最近同僚がメンサ会員になると話をしていました。メンサ会員の定義を調べてみたら IQ 上位 2% と書かれており、正直その辺にいるレベルだなと思ってしまいました。わざわざメンサ会員の試験を受けに行き、合格したことを会長で風潮することで恥ずかしさを感じていました。今の私の感覚はおかしいでしょうかと思うんですが、全然おかしくないと思いますよ。だからそもそも逆に言ったら、僕メンサの試験受けないんですよ。誘われたことあるんですけど、なんで受けないと思います？上位 IQ 2% でしょ？全人類の上位 2% でしょ？別に珍しくもなんともなくねって思っちゃうんですけど、これ言うとちょっとまたいやらしいんですけど、上位 2% でしょ？上位 2% ってそんなに誇ることか、普通に考えて。別にだったら収入で上位 2% 以上目指した方がいいやろし、他の人がやってない仕事とか、あと他の人にない感覚を磨いたりとか、他の人がやってないような生き方とかをした方がはるかにかっこいいじゃないですか。上位 2% で何を誇るのってないでしょ、そんなもん。何言ってんのかなと思うんですけど、上位 2% は全然レアでも何でもないねって話。だって100人いたら2人いるわけでしょ。会社にさ、だってさ、社員がさ400人いる会社だったらさ、ね、8人ぐらいいるわけじゃないですか。ね、なんか珍しいのそれ。なんか珍しいのそれ。いらんくないそれ。わざわざ試験受けてさ、そんなも試験受ける暇があるんだったら本読んだりとかして勉強して頭さ、よくした方がいいんじゃないと思いますけれども、僕は。上位 2% に入った程度で満足できるような、私は中身のない薄っぺらい人間ですよって言ってるのしか僕は見えないので、僕は別に普通に受けたら通ると思いますけど、受ける気もないし、受けて取ったところで言う気もないですね。意味あります？上位 2% って、日本に一人しかないメンタリストが上位 2% で誇ると思いますか？いらんわな。概要欄とコメント欄から D ラボとオーディオブックが無料体験できます。ぜひチェックしてみてください。それではバイバーイ。